おはようございます。ホルデです。今ちょっと寝起きでね、ちょっとまだ顔がむくんでるんですけど。はい。てなわけで、今日は何を紹介するかというと、僕がストリートピアノに行く際に持っていく機材、グッズ、すべて紹介します。イエーイ。皆さん、ストリートピアノの行く際の中身紹介っていう動画、今まで YouTube ないと思うので、YouTube 史上初だと思います。思いましょう。それでは、やっていこう。まず一つ目。僕、ストリートピアノに行く際に、まあ、岡山から車で行くか、電車で行くか、どっちかなんですけども、まず、電車で行く場合を仮定して、はい、これ。400円で買った、便座カバーみたいな、首に巻くやつ。あ、ほら。誰が顔でかいじゃん。ハムナプトラ。はい、次行きましょう。次。ポーターのカバン。よいしょ。最近買ったんですよ。僕、カバンを、約、5、6年ぶりに買いました。でっかいカバンです。で、前のカバンはもう穴開いて使えなくなったので捨てました。このカバンむちゃくちゃ良くて、この仲間に何を持っていくか紹介していきたいなと思います。まず1つ目、プロテイン。優秀なのがこうやって外してこの中にプロテインを入れることができます。優秀ですね。で、こうやって持ち運ぶこともできるので最高です。はい、2つ目、中身紹介していきましょうか。はい、ハンカチ、はい、こうやって顔の油を拭きます。じゃないと僕テッカテカになるんで、はい、よし。3つ目、3つ目とか言っとったら分からなくなるけんな。はい、これ一番大事なマイク。マイク、これは手話のマイクで、ここにマイクが備わっており、これをくっつけて組み立てるとマイクになります。最近デビューしました、このマイクに。ジムのペティや au ポロネーズはこのマイクで収録しました。かなりコスパも良くて、かなり音もいいかなと思います。もう一台買おうかと思ってます。ストリートピアノ用と自宅用に。で、僕のマイクの考えとしては、やっぱ基本的に僕 iPhone で撮ることが多くて、っていうのも大きい機材になってくると、やっぱりカメラとかってかなり動画を読み込むのにも時間かかるし、撮影するのも少しやっぱ時間かかるので、 YouTube とかストリートピアノでその場ですぐその思い立ったようにやることが多いので、やっぱ基本 iPhone メインでやってるので iPhone にくっつけれるマイクを買いました。これスマホにも多分くっつけれます。手話のマイク組み立てるとこんな感じになります。かなりいいです。また今度このマイクの音については紹介したいなと思います。これ2万円ちょいぐらい。はい、次、iPhone。 今撮ってるのは iPhone の僕の XS なんですけど、6S、 仕事用の iPhone です。これを使ってます。で、これを使って基本的には外の動いてる様子を撮ったり、前にメールとかあとは LINE とかの仕事用の携帯です。で、このカバーは前僕のピアノを書いてくれた翔さんが書いてくれました。めっちゃ良くないですか。 OK。 で、次、じゃん、楽譜を入れてる iPad Pro。 この中に僕の今まで弾いた曲だったり、ストリートピアノで弾こうかなっていう曲が全て詰まってるので絶対持っていきます。もう 100% 持っていきます。で、こうやって楽譜すぐ見ることができるので、ネットつながってなくても見ることができるのでかなり重宝してます。よし、あと暇な時新幹線の中で YouTube とか見ることができるのですぐ見れるんで。はい、よいしょ。パソコン、MacBook がこの中に入ってます。新幹線で行くときとか、結構 MacBook でもう編集をそのままストリートピアノ撮ったりしたりとかするので、はい、これです。入れてます。で、この中の充電器、MacBook の充電器っていうのが結構大きいので、まあ、アンカーっていうちっちゃい充電器か、iPad の同じ充電器を持って行ってます。はい。で、この中にさらに、イヤホンも入ってます、編集するように。はい、しまいました。これはここは置いておきます。で、ちょっとここ汚いので片付けます。はい、次、大きいメインのバッグの中は、この中は終了です。次、ここの小物入れゾーン。はい、ズームのマイク、これも iPhone に挿す用で、こっちがちょっとうまく撮れてない可能性があるので、一応こっちでも撮ったりとか、あとはこっちメインで撮ったりとかするときあります。これはもう
こっちはちょっと組み立てないといけないんですけども、これは急遽、例えば喋る撮影とかするときもブズって刺したらもういきなり使えるので使ったりとかしてます。次、はい、これキーケースじゃなくてキーホルダー、これ良くないですか。ピアノのハンマーをキーホルダーにしたそうです。もらいました。はい、次、旅行の友、コンビニ飯とか買ったとき、あと弁当とか買ったときに、サクッとこれをぶっかけて食べます。あまり美味しくないじゃなくて美味しいです。はい、次、 iPhone の充電器、モバイルバッテリー付きコンセント、これもアンカーかな、確か。あ、この中に充電器あったわ。これはコンセントにもなって、このまま充電もできるし、モバイルバッテリーにもなってます。だからこのボタンを押すと、もう充電を外でもできると、刺してなくてもできるってことで、急遽なくなった時とかのために持ってます。これ充電が少ないので、充電するときはただ単にコンセント刺すだけで充電できます。充電しておきます。置いておきます、コード類。はい、次、蝶ネクタイ、これは以前までの僕の衣装で活用されてました。ですが最近は少しタンクトップが全て見えてしまうとかなりちょっといやらしく、ちょっといろんなちょっとことが起きてきたので、支障をきたすことが起きてきたので、最近はこういうスタイルになりました。以前までの衣装で活用されてました。はい、次、パワービーツプロ、これ最近買ったイヤホンなんですけど、例えば新幹線の中でこれをはめて、すぐはめて音楽を置きます。あと財布、これはもう2年くらい使ってるんかな、結構綺麗な状態で使ってます。で、中身としては名刺が入ってます。こうやって名刺が入ってます。なんか仕事先とかで会った方に挨拶するときに名刺を 渡したりとかします。あとはメガネ、これは疲れたときにコンタクト外したいなったときはこれに変更します。これはもう長いこと使ってるので次回入れです。ラスト、コンタクトの予備、これは僕目が悪いので、なんか目にゴミとか入ってこれ擦ったりとかした時にコンタクトが外れることが結構あって、そのワンデイなんですけど急遽外れたりとかするので結構悲しいです。悲しいというか、かなりコンタクトは予備は常に持ってます。じゃん、カバンの中身はこれにて終了です。で、次は手持ち、いつもだいたいコンビニで 500ml のコーラを買って持ち運ぶんですけど、今日はなかったのでこれを常に持ち運んでます。持ってで、いつもだいたいこうやって持つんですけど、この 1.5L になるとちょっと重たいのでこうやって持ちます。いつもは 500ml を常に横に持ってます。はい、ラスト、自分で作った三脚 DIY しました。もともとビデオカメラ用の三脚だったんですけども、100均で買った、iPhone スマホの付けれる三脚を外して、はい、これビニールテープでぐるぐる巻きましたDIY 三脚です。で、これもうかなりボロボロなので、もうここ壊れてます。はい、ひどいですね。まあでもなかなかね、やっぱり自分で作った DIY のものなので、捨てることができません。で、これはかなり伸びるんで、結構身長高いところまで取れるのでかなり重宝してます。しかも三脚にしては軽めなので、で、ここも壊れてて伸ばすのにすっげー力がいるんですよ。で、戻すのにすっげー力がいるんで。っているんで、結構これそろそろ買い替えとくかなと思うんですけども、まあ、これはもう自宅用にもしかしたらするかもしれません。はい、こんな感じで僕のね、ストリートピアノに行く際のグッズを紹介したんですけども、みんなストリートピアノに行く際には同じように持って行っていただけたらなと思います。で、僕の中で絶対に持っていけないといけないっていうものが、本当にこのシュワーのマイク、このマイクと、あとは予備用のズームのマイク、これと iPhone6S と、で、まあ家から近い時に撮影行く時はもう MacBook は持っていきません。 iPad Pro だけで行きます。だからこのマイクと iPhone と三脚と財布だけ持って行くことがあります。あとプロテインも持っていくかもしれません。まあね、皆さん、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。やっぱストリートピアノとかではね、かなりガチのマイクとかはやっぱ使えないので、パソコンとかに挿したりとか録音とかするときにめちゃくちゃ大変なので、携帯型マイクがかなりいいかなと思います。まあ、僕ちょっとレコーダーみたいな録音機も考えたんですけども、それにはまだ手出したことないでわからないんですけども、まあ、一応このシュワのマイクは使ってみてかなり高品質でかなり良かったので、本当にもう一台買おうと思ってます。
家の中に置いとく用と外に持っていく用とちょっと分けたいなと思うので、やっぱ外に持っていくとね壊れる可能性があるので、今日はねこんな感じでね僕のカバンの中身を紹介したんですけど、皆さん参考にしてみてください。これ結構ハマってます。あの僕がずっと欲しかったイヤホンで2ヶ月前からあのツイッターでつぶやいて予約した瞬間に届きました、販売日に。まあ、今度ねこの商品紹介もフォルテ TV の方でできたらしようかなと思ってるので、ぜひフォルテ TV の方もチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。それではみんなここまで見てくれてありがとうございます。商品については、あと貼っとくものと貼ってないものがありますが、あまあぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押せて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。